久しぶりだな、あんこちゃん。大きくなった。うん、久しぶり、村上おじさん。元気そうだね。おお、元気も元気よ。で、あんこちゃんの友達の？あ、北川ひなです。夏の間お世話になります。ひなちゃんもよく来たね。汚いとこだけど何でも好きに使っていいし、ゆっくりしてってね。はい、ありがとうございます。で、たける、お前なんでそんなほっぺ腫れてるんだ？いや、引っ叩かれたんだよ、こいつに。ひなちゃんが？本当に？はい。公然わいせつ罪への正当防衛でした。公然わいせつ？いや、あれはちょっとした事故で。事故？これは大変だ。何番にかけるんだっけか？117だよ、おじさん。いや、それ時報。事故は110番ね。あ。息ぴったしだね。はっは、仲良くできそうだな。誰がこんなやつと。ちょっと、真似すんなよ。ほんと仲良しだね。だから。まあまあ、いがみ合いも慣れ合いも、まずはお互いを知ってからだ。少なくともこの夏の間はこの4人同じ屋根の下で暮らすんだ。簡単な自己紹介でもしていこうじゃないか。いいね、それ。まずは、まあ年長者の私から行くか。私は村上春樹、花火師をやってます。好きな色は青。休みの日は、だいたいサーフィンとかしてるかな。料理とかもぼちぼちします。得意なのは、なんだろう。師匠がよく作るのはコンフィドカナールとかじゃないですか？ああ、そうだな。コンフィドカナール。最近はよく作るな。そんな感じです。よろしく。よろしくお願いします。いや、なんか恋愛リアリティショーの自己紹介みたいな内容だった。そして、何？コンフィドカナール。知らない。得意料理でそれ言う人知らないよ。うちはあんこ。視力53万あります。よろしく。はい、あんこちゃんね。よろしく。いや、シンプルながらインパクト強すぎる自己紹介。普通、視力を自己紹介に入れたりなんかしないけど、あんこの場合はその数字があまりに大きすぎて、それだけで大きな個性になっている。羨ましい。そういう個性、羨ましい。いや、何視力53万って。フリーザなの？フリーザの戦闘力と一緒じゃん。次は、ひなちゃん行く？あ、北川ひなです。休みの日は、昼寝とかしてます。得意料理は札幌一番です。レアリアリティショーみたいな自己紹介しちゃったよ。やらかしたよ。それも意識低いレアリアリティショーの自己紹介で。なんだよ、休みの日は昼寝して、得意料理は札幌一番って。この書類で通った人が集まるレアリアリティショー。ある意味面白そうだよ。あと、視力は 0.8 です。いっちゃったよ、視力。低すぎもせず、別に特別良くもない視力なのにいっちゃったよ。視力 0.8 ですって言われた側、なんて言えばいいの？メガネなくてもギリギリ免許取れますね。てか以上です。はい、ひなちゃん、よろしく。どうした？たける。あ、いや、得意料理が札幌一番って。終わった。私のここでの生活終わった。さらば、私の優雅な夏休み。じゃあ最後はたける。君に決めた！いや、ポケモンみたいに言うなよ。あぶな、またかぶった。よかった、声に出してなくて。星野たけるです。世界一の花火師に俺はなる。それだけです。よろしく。どうしたの、ひなちゃん。いや、だって、世界一の花火師に俺はなるって、そんな、海賊王に俺はなる的な、なんちゃって統治法使って夢語る人、現実世界で初めて見たから、つい。なんだよ、お前。あ、ごめん。別に夢を笑ったわけじゃないよ。じゃあ、言い方が。ワンピースわかるの？うん、好きだよ。ルフィとゾロが初めて会った街は？シェルズタウン。クロコダイルの身長は？ 253cm。ベラミー海賊団の船の名前は？ユーウィッチベロ号。次は私。60以下に出てきた偽ナミの本名は？ショコラ。新世界編のナミの3サイズは？上から98、58、88。ハンコックの3サイズは？上から111、61、91。あなた、なかなかやるわね。お前もな。楽しくなりそうだね。ああ、まだまだ熱くなりそうだ。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。8月毎日投稿してるぜ。なんか盛り上がってるな。ひな？ひなちゃん？あなた小さい頃パパとママと結婚するって言ってたでしょ。でもタケルは言い飽きそうですね。楽しみですね。私はひなの何なんだ。さて明日はしおりとじゅうた、カップルがまたホテルで。また明日の動画で。